ラフター5番ウッドでいきます。5番ウッドなんです。リサちゃんよりもトンネル臭くない？やめて、それ言わないで。それ言わないで。いや、なるほど。すごいね。こすったから。そうだよ、ちょっとこすったもんね。そうだね。そう、リサちゃんはやっぱ泥かかんないように打ったんですよ、あれ。ちょっとこすって。当てた生地。大丈夫ですね。ナイスショットです。はい。ありがとうございます。ちょっとロングは歯が立ちません。確かに。だってあんなに飛ばされたらね。ミホのとこまで何歩歩くのっていう。まさか狙うんですか？狙わないです。あ、こわ。なんか何がいいかわかんないんですよ、ここちょっと。そう、セカンドはね、バンカー入れないように打つっていうのがポイントだ。バンカーがいっぱいあるんで。クラブ選択が重要だって言ってますけど、書いてあったんだって、それを読み上げてるだけですから。ユーティー21度。大丈夫そうですね。はい、すごい飛びますね。ありがとうございます。今結構打ち込みましたよね。基本ちょっと打ち込みますね。ダウンブローっていうか。なるほど。ガスってガンっていきますよね。なんか左足上がりの時とか、打ち込みすぎて手が痛いとか。やりすぎちゃう方、あんまり良くないです。やりすぎて肘痛くなって上げてます。130ヤード。何番ですか？ちょっとこっちでコントロールしようかなと。なるほど。得意の8番アイアン。知ってるね。知ってるよ。知ってるね、純ちゃん。はい、一応解説者なんで。リサちゃんのプロフィールは、なるほど、ピンは手前11ヤード。プレッシャーがかかるショットになりそうですね。リサちゃんのボールが結構近いです。あーっと、手前。おー、惜しい。うわー、ふっくら、綺麗、早い。綺麗だ。すごい接戦。これは接戦。パー5。距離はあったにもかかわらず。リサちゃん食いついていきます。めっちゃ切れたよ。そもそも、なんで紫外線対策するんですかっていうことをちょっと説明したいと思います。まずね、紫外線によって赤くなる、皮がむける、肌が黒くなる、シミ、そばかすが促進される、見た目だけではなくて皮膚がんの原因にもなると言われておりますと、こうしたことを避けるために紫外線のダメージを防ぐ製品が生まれましたということです。これは日焼け止めよね。ありがたいよね。日焼けすると嫌なことって2人はあります？なんか私はこう黒くなること自体はあんまり嫌じゃないんですけど、すごいこう色白よりかちょっとラテンっぽい方が好きなんですね。なるほどね。ラテンっぽい。別に自分がラテンっぽいわけじゃないけど、なんかそのシミがやっぱ怖いんで、確かにね、それを防ぐためにすごい塗ってる。顔は特に塗ります。なるほどね。じゃあ顔は塗るけど体も一応塗ります。塗ってる。あ、そうなんですね。ゆずちゃんあります？同じくシミね、シミがねやっぱね怖いですよね。知らない間にこうできてくるよね。高い位置、この頬の上とか気づかないうちに足のとこになんかこうシミっぽく浮き出てきたり、ほくろなのかなって思って、あとほくろがちょっと濃くなる。あ、そうですね。確実に濃くなってる気がする。なるほど。紫外線は3月から9月が非常に強く、5月から7月がピーク。今ですね。そう。さらに10時から14時が1日の紫外線量の半分が降り注ぐ。すごいじゃん。ゴルフの時間帯、まさに紫外線のねピークの時間。当たりに行ってるみたいな感じね。そう。紫外線は当たりに行ってる。好きなのかな。うん。逆にね。太陽。っていう感じですね。うん。とのことです。はい。そろそろ続きの勝負お願いします。切り替えです。はい。手が途中にあって220ヤードぐらいで池に入ってしまう。完璧。正確なショット。ゆうちゃん息越えじゃなかったんですか？ちょっとさすがにきついです。キャリー260ぐらい打たなきゃいけない。ユーティーで。はい。ユーティリティで。手前に来まセカンドはちょっと打ち上げになります。声が出ましたね。なんか入った。終わったと思ったけど。184ヤード。184ヤード。24度です。24度。なるほどね。今ドラコンの大会に向けてかなりトレーニングを積んでいるということですね。今まで飛んじゃっているみたいです。突っ込んだのこう入る。嘘。おお、すごい。くー、惜しい。出た、もうやだ、あれそんな解説あります？うえーとか言ってうえーって言って今、純ちゃんどうしたの？びっくりしちゃった今うえーって言ってお願いしますよ。出ましたね、すごいの出た、すごいの出たし、私のもすごい声が出ちゃったすごいの出た、2人ともすごいの出た私はただただどっちにもびっくりしたどっちにもびっくりしてた。ボールにも声にも声にもびっくりしてました。いやー、解説者としてはちょっとあるまじき一応めっちゃすごい、ほらシュワーっつって冷たい。ここ使ってすごいね、手も汚れないしすごいね。でもめっちゃ気持ちいいの。あ、気持ちよくない？爽快、シャキッと爽快。こう手が汚れないでいいですね。いいです。ナイスショーあ、ナイスキック。カート、あ、出てきた。ラウンド中は手が汚れないやつ後ろにいたやばいやつみたいな動画ちょっとね、グリーンが登って下りなんですね。りさちゃんの位置からちょっと見えないので結構難しいアプローチなりますね。みほちゃんも3打目、左足下がりうまく打ちまして、ラインにも乗ってる。ナイスアプローチ。感想をコメント欄にてお待ちしています。書いてください。そしてゼロホール様の電話専用サイトで購入した方限定でプレゼント企画も実施されています。電話で注文された方、インターネットで注文された方、リンゴルフを見たと書いてくださった方に UVC とプラムブロッサムの香りをプレゼントいたします。期間は2018年8月末まで。人数制限はございません。ぜひご参加ください。お待ちしてます。お願いします。